エクセンハウス。よろしくね、ナナちゃん。今日は私とだよ。よろしくお願いします、カナ先輩。はいはい。磯野ナナちゃんはこの前椿ちゃんとだったよね。聞いてみたけど仲良く楽しそうにしてたよね。はい、椿先輩はとっても優しくて楽しかったです。だよね。私も椿ちゃんとやった時は楽しかったよ。でも奈々ちゃんとも同じぐらい楽しいよ。ありがとうございます。私もですよ。ありがとう。あ、それじゃあ早速弾いてみようか。主人公の話が多いです。そっか。それじゃあヘンゼルとグレーテルとか。あ、そう、それは元のお話だと食べられてしまうと聞いたことがあって。それなら、あれ、竜巻で飛ばされちゃう話で、オズの魔法使い？あ、そう、それ。あの本っていいよね。自分で欲しいものを探しに行くところとか。そうですよね。幸せの青い鳥と似ている気がします。うんうん。でも青い鳥だと幸せは身近にあるっていうので、オズの方だと旅をしていくうちに欲しいものが芽生えるよね。欲しい欲しいっていうだけじゃなくて、自分から動かないと手に入らないよっていうお話だから、なりたい自分を見つけて目的を持って努力をして過程を踏まえて手に入れることができるものだから、それに気づくきっかけにも出会わないとダメだもんね。あ、そういうお話だったのですね。感動しました。それにできるとしたらどうしますか？欲しいものか。特にないかな。何もないのですか？だってあれって持ってるけど気づかないものでしょ。勉強できるようになればタクは喜んでくれそうだけど、ちゃんと努力しないと手に入らないものだし。勉強すれば成績は上がるということになりますよね。うん、だから当たり前のことだし、そうすると魔法の国へ向かいながら勉強しなきゃでしょ。そうですね。歩きながら勉強。あれ、なんだか聞いたことのあるようなお話ですが。ナナちゃんは何が欲しいの？私は、私も勇気でしょうか。ちゃんはライオンと一緒だね。そうですね。ちょっと恥ずかしいですが、ライオンってメスの方が強いって言うよね。そうですね。あとチーター、じゃなくて、あれあれ、ヒョウですか？そうそう、ヒョウだよ。それじゃあ、私がタクの家に帰りたいドロシーで、ナナちゃんがメヒョウになりたいライオンだね。違いますよ。お、そっかそっか。勇気を出してタクにアタックしたいライオンだよね。その、どうしてそういう。それでサラちゃんが魔法使いで、ツボキちゃんが巫女さんだっけ？
呉服の椿先輩は素敵だと思いますが。私が女の子で、奈々ちゃんがライオンだよね。そうですね。そうなりますと、こんな感じかな。ルンルルーン、ランラララ。お嬢さん、お嬢さん、少しいいですか？あれ、ライオンさん、こんなところでどうしたんですか？実はですね、私も魔法の国へ行きたいのです。聞くところによると、魔女にお願いすればどんな願いでも叶えてくれるそうで。ああ、そうなんですか。ライオンさんはどんなお願いをしたいんですか？私は勇気が欲しくて。そうなんだ。でもライオンさん、勇気って何ですか？あ、それはその、積極的になれればと。でもライオンさん、初めて会う私に声をかけたよね。それってとっても勇気がいることじゃないかな。そうなのですけど、どうしても勇気が欲しくて。ですけど魔女のところへ一人で行くのも。そんなに勇気が欲しかったんだ。でも思うんだけど、どうしてもあれがしたい、これが欲しいっていう時には勇気が出てくると思うんだ。ライオンさんにとっては例えば今がそうでしょ？それは、あ、はい、あ、そうですね。これまでその勇気が出てこなかったのは、心からそうしたいっていうものに出会えなかったからだよ。勇気だったり積極性だったりね、そういうのはいろんなことに興味を持つことからだと思うな。そしたら自然としたくてうずうずしてきちゃうから。そうしたら恥ずかしいって迷ったりしても、今みたいに自分の気持ちが後押ししてくれると思うから。ありがとうございます、お嬢さん。いえいえ、といたしまして。それじゃあ私はもう行くね。あ、はい、道中お気をつけて。バイバイ。あのとってもいいお話だったのですが、これだとカナ先輩のお悩み解決の旅になる気が。ああ、それもそうだね。それじゃあ、こんな感じ？ルンルルン、ランルラン。ガガー、食べちゃうぞ。おお、ライオンさん、大きな口だね。え、まずい。ありがとうございます。ねえねえ、どうしてそんなに口が大きいの？それはね、お嬢ちゃんを食べちゃうため。あの、これも違いませんか？あれ、そうだっけ？言われてみるとそうかも。あ、でも女の子を食べるのも勇気がいると思うよ。それはとってもいると思いますけど、むしろ私が。むしろ？なんでもありません。ナナちゃん、誰かに食べられたいの？むしろ料理する方だと思うけど。料理？あ、はい、そうですよね、料理。はい、ご飯を作るのは私と匠先輩で。だよね、タクと一緒に料理。タクと特に教えてもらってたから、特に料理してもらって。あの、カナ先輩？それじゃあ、タクにお願いしてこよっか。お願いというのは、特に料理してもらうんだよね。大丈夫、私わかってるから。そのまま待ってください。理解しているかわからないのですが。あ、いい
持ちの花言葉、2014年2月28日発売予定。